アイプレボールドームや求人です。中日が選手を入れ替えへということでございまして、はい、まあ今日ね中日オープン戦というところがありまして、まあ明日ねお休みっていうところもございます。まあまあそういう兼ね合いでどうやら選手をね入れ替えるというところみたいです。でまあ上がってくる選手は石垣、高橋周平、まあどうやらこの2人らしいんですが、まあ代わりにね落ちる選手は誰になるかっていうところ、まあこの辺はねまだ発表されておりません。まあ遠征もあるので、まあもしかしたらねベテランが残って、まあその後誰かね2軍にっていう可能性もあるんですが、誰かしらは入れ替えあるんじゃないかというところでございますんで、まあ前半は上がってくる2人の話をして、後半はねまあ誰が落ちる候補にね上がってくるのかというところもお話していきたいと思います。ではまず記事から見ていきましょう。はい、中日高橋周平と石垣が1軍合流へ。中日立浪和義監督が試合後、高橋周平内野手と石垣内野手が1軍に合流することを明かした。12日から西武との2連戦となる中、オープン戦は選手交代も多い、あまり少なくもできない、当然見極めていかないといけないなと思っていると話すと、1軍合流について石垣と周平が1回来ますと話した。石垣は本オープン戦2試合で1打数無安打、高橋周平はオープン戦初出場となる。今年1月に30歳になった高橋周平は昨年86試合でプロ入り、12年目で初の本塁打0に終わり、打率も2割1分5厘と低迷。春キャンプではプロ入り初めて2軍の読谷組を経験しておりましたが、この日の春季教育リーグ阪神戦で犠牲フライや敵地打などで3打点を記録するなど状態を上げていたということになっております。はい、というわけでまあ高橋周平と石垣が1軍に来るということになっております。まあまあやっぱねようやくかというところもあります。まあ高橋周平も2軍スタートではありましたが、しっかりとね調整していたというところはありますし、まあまあ石垣も待っていたファンの方もね多いんではないでしょうか。でまあ教育リーグ等でどういう成績残しているかっていうところもしっかりと確認していきましょう。はい、では見ていきます。高橋周平プロ13年目、出身地は神奈川、1994年1月18日まで30歳、180cm90kg、 ポジションはサードで、セカンドもね近年挑戦しております。右投げ左打ち。2011年ドラフト1位指名、今シーズン年俸は6750万円で、今シーズンはね2年契約の2年目ということになっております。1年目から2軍で本塁打を獲得、1軍でも本塁打を2本マークします。2年目から1軍の主張が増えていきますが、レギュラー定着にはなかなか至れませんでした。それでも2019年には初の規定に到達すると、翌年は別のナインゴールデングラブ賞も獲得し、リーグを代表する三塁手へと成長。しかし近年は徐々に成績を落とし、一昨年は4年ぶり規定にも未到達、そして昨年も打率2割1分5厘と再浮上することはできなかったということになっております。はい、この高橋周平、まあドラフト1位で中日に入っておりまして、まあレギュラー定着までね割と長かったんですが、まあただそれでも攻守ともに秀でたサードとして活躍しておりました。通算で見ていくと989試合2割5分8厘、3412打数の802安打55ホーマー、オーベス 0.689 という成績になっております。はい、まあバンテリンドームっていうところもありまして、打者不利の球場、まあそういう中でしっかりと成績は残していたんですが、まあまあただ近年こう不調にねなっていたというところもあるんで、まあ年々成績っていうのは下降、通算で見てもねオーベスは 0.7 を切っていたということになっております。で昨年もですね86試合で2割1分5厘、158打数の34安打0ホーマー、オーベス 0.524 と、もうグッとね成績を落としておりました。まあ特に86試合で158打数、まあどっちかというとね代打とか守備固めとかでの起用っていうのが多くなっておりました。まあなんでかなりね苦しんでいたっていうのが昨年で、まだ今季はねキャンプも2軍スタートとなって、まあ勝負の年ではありましたが、2軍の教育リーグではここまで5試合2割7分8厘18打数の5安打0ホーマー、オーベス 0.667 という成績になっております。はい、まあ2軍の教育リーグ等でしっかりと出ております。まあめちゃくちゃ打てていたわけではないんですが、まあまあそれなりにヒットも出ておりまして、調整はねできているのかなというふうに思います。まあそういう中でこう一軍に呼ばれたっていうところもありまして、まあやっぱ三塁争いっていうところ、そこに入ってきてほしい選手ではありますよね。まあ現状ねやっぱこう三塁っていうところ、まあカリステが多く守っていて、まあ石川もいるというところでございます。まあまあただいまいちねどちらも状態は上がっておりません。セカンドの練習もね果敢に取り組んでいる彼でございますが、まあまあでもやっぱねサードの争いに加わってほしいというところはありますので、まあオープン戦でまずねしっかり結果を出してほしいというところでございます。ではもう一人上がってくる選手見ていきましょう。もう一人は石垣正美プロ8年目、出身地は山形、1998年、9月21日まで25歳、181cm88kg、 ポジションは内野、右投げ右打ちの選手でございます。石垣選手は2016年ドラフト3位指名の選手、今季年俸は950万円、さっきは1000万円ということになっております。高卒1年目から2軍戦で積極的に起用されると、終盤には1軍デビューも果たします。しかしそこからはなかなか2軍でも結果が残せず苦しい時期が続いておりましたが、
4年目の20年に2軍で打率3割7分2厘と好成績をマーク。期待されると翌年こそ状態が上がらなかったものの、2022年には再び2軍で好成績を上げ、1軍でもキャリアハイとなる50試合に出場。しかし7年目となる昨年は1軍で打率0割8分7厘と結果を残せず、2軍での調整がついていたということになっております。はい、この石垣選手、まあね、高卒から入ってきて2軍でね、しっかりと成績を残している選手でございます。まあこう1軍に上がるとなかなかね、結果が出ないっていう選手で、なかなかね、チャンスも回ってこない中、期待はされているということになっております。で、成績見ていくと122試合で1割3分2厘、152打数の20安打4ホーマー、 OPS 0.389 という成績になっております。まあやっぱね、こう見ていくとなかなか1軍では厳しいっていうところがありますよね。で、去年も22試合で0割8分7厘、23打数の2安打、 OPS 0.247 というところになっております。まあただ2軍では66試合2割8分4厘、211打数の60安打4ホーマー、 OPS 0.747 という成績で、まあウエスタンリーグね、打点のリーグでございまして、まあ去年も結構打点ではあったんですが、まあまあそういう中でしっかりと結果残しております。まあまあやっぱね、2軍では打てるけど1軍のね、壁に当たっている典型的な選手かなというところでございます。で、まあそんな彼でございますが、教育リーグでは6試合で2割6分3厘、19打数5安打、 OPS 0.679 と、まあ彼もね、高橋選手同様めちゃくちゃ打っているわけではないんですが、まあまあそこそこね、打ってはいる状態。まあそういう中で1軍に呼ばれてどういうね、アピールをするかっていうところではあるんですが、まあでもやっぱこう今現状ユーティリティとして生き残っていくっていうことになってくるのかなというふうに思います。まあショートはね、もうあんまりやっていないっていうところもありますし、基本的にまあホットコーナーでの出番っていうのがね、多くはなっております。で、まあセカンドも守りつつっていうところもあるんで、まあユーティリティがあって、で、まあパンチ力もね、ある選手というところは割と貴重だとは思いますんで、まあそういうとこからね、アピールしていただきたいというところでございます。はい、というわけで、まあ上がってくるのはこの2人というところでございますが、落ちるね、選手についてもお話ししていきましょう。はい、では降格選手というところで見ていきましょう。誰が落ちてくるかっていうのは分かんないですが、まあ多分ね、内野が2人上がってくるんで、まあ内野が落ちるんだと思います。で、中日の内野1軍成績っていうところを見ていきます。で、まあベテラン組はね、一応覗いておりますが、見ていくとオープン戦はカレステが22打数の5安打、打率が2割2分7厘、 OPS 0.536、 まあ積極的に使われているカレステでございますが、そこまでは打てておりません。で、ショートでかなり出ている育成のロドリゲスも21打数の3安打、打率が1割4分3厘、まあちょっとやっぱね、彼も打撃で苦しんでおりまして、どうするんだっていうところは言われております。で、福永選手は18打数の3安打、打率が1割6分7厘、 OPS 0.485 と、まあ彼もね、アピールしたい立場でございますが、あまり打てておりません。で、まあ唯一と言っていいのかな、かなり打っているのが村松選手、15打数の5安打、打率3割3分3厘、 OPS 0.842 という成績になっております。まあまあ開幕スタメン濃厚というところが言われておりまして、非常にこう楽しみなところ。で、辻本選手が14打数の3安打、打率が2割1分4厘、 OPS 0.486、 まあ彼もね、ショート候補でございまして、まあやっぱ守備は上手いんですが、打撃の方がね、まだそこまで上がっていない状態。で、石川選手が12打数の1安打、打率が0割8分3厘、 OPS 0.298。 で、まあね、サードの候補で打てていないのがこの石川選手。まあ侍ジャパンから帰ってきてもね、快音というのは聞こえず。で、田中幹也選手がこの間合流しておりますが、7の0、打率0割0分0厘と、まあまだね、合流してから日が浅いっていうところもあってヒットは出ておりません。で、山本選手が6打数の1安打、打率が1割6分7厘、ただまあ OPS はね、 0.7 あると。はい、というわけで、まあこうやってね、見ていきますと、結構ね、みんな打てていないなというところはあります。まあ打っているっていうのはやっぱ村松選手くらいかなというところはありますし、この辺はちょっと寂しいとこではありますよね。まあまあなんで、正直まあ誰が押してもおかしくはないかなっていうところではあるんですが、まあ候補で言うと、まあやっぱね、ロドリゲス、福永、辻元、山本、まあこのあたりかなというふうに思います。まあさすがにね、カリステとかは落ちないなっていうところはありますし、石川、田中もね、合流したばっかりっていうところもありますんで、っていうところを考えればこのあたりかな。まあただやっぱね、今ショート候補の争いっていうところが非常に激化はしておりますんで、そういうところを考えると、まあ余裕もないかなっていうふうには思うんで、となったらまあ福永、山本、まあこのあたりの2人がね、落ちてくるんじゃないかなっていうのはなんとなく予想はできますが、まあまあ果たしてね、誰が落ちてくるのか、まあもしかしたらこうベテラン組のね、中島あたりとかも下にみたいなこともなくはないとは思いますし、その辺はわかんないんですが、まあまあでもね、こう入れ替えてきたというところでございますから、まあ多分ね、落ちる選手もいる。まあまあ多分明日以降ね、発表があると思いますが、今後も入れ替え情報に要注目かなというところでございます。はい、というわけで今日は以上です。最後ね、ネットでの反応を見ていきましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。2人とも頑張ってほしい、マジで今年がラストチャンスだと思うからということで、はい、そうですね、まあまあ
今回ね、上がってくる二人に関しては、結構ね、立場的には苦しい二人かなというふうに思います。高橋周平選手も、2年間ね、結果出ておりません。で、そういう中で、今年が契約最終年、まあ、複数年契約だったっていうところもあるんですが、まあ、割と立場的には厳しくなっております。で、石垣選手に関してもね、まあ、もう高卒8年目、20代半ばに差し掛かっておりまして、まあまあ、さらにね、内野手っていうところも、まあこの1年2年でガラッとね入れ替わっております。まあまあそういった中でやっぱ結果をねどちらも出さないと当然厳しいよっていうところはありますし、まあもしね今年ダメであれば戦力外であったりトレードであったりね、まあ可能性は高いんじゃないかなというふうに思います。まあまあだからこそねやっぱ頑張ってほしいなっていうところはありますし、まあしっかりね彼らが働いてくれればチーム的にはかなりね楽になるのかなというふうに思います。まあやっぱ今現状ねなかなか内野手が打てていないっていうところはありますんで、まあまあそういう意味ではねやっぱ絶好のチャンスかなというところではありますし、まあしっかりとアピールして開幕1軍残って、まあ今シーズンはねしっかりとどちらの選手も結果出してほしいというところでございますが、でこちら見ていきましょう。鵜飼龍空、浜も打ちまくっているから上げても良さそうだけど調子がいいだけに下で打席立たせて打撃を固めさせようとしているのかな。ブライトの名前をめっきり聞かなくなったのがちょっと寂しいということで、でまあ一方でね今回上がってくる2人に関しては、まあ、下でめちゃくちゃ打っていたわけではないんですよね。打っていただけで言うとまあやっぱね鵜飼とか浜とかで、さらに龍空ですよね。彼がね直近でめちゃくちゃ打っております。まあ教育リーグの打率も4割くらいはあるというところになっております。まあまあなんで彼らを上げてきてもいいんじゃないかっていう声があるんですが、まあ今のところねそういう話はないということになっております。まあまあやっぱこのあたりはねいろいろ2軍で多く打席立たして、まあ今のね状態打撃を固めようっていうところもね多分狙いとしてはあるのかなというふうに思いますし、まあまあその辺はねある程度理解できるところでもあるのかなというふうに思います。まあただねどっかで1軍で上がってくるチャンスがねあればその時に見たいなっていうところはあるんですが、まあ今回はそういうことではなかったと。でちょっと心配なのがブライトですよね。まあちょっと彼がですねなかなか試合にも出れていない状況でございます。まあ何もね情報がないので何ともってところではあるんですが、まあもしかしたら怪我とかねしている可能性もあるんで、まあまあその辺も心配かなというところではありますし、まあこうね何か情報があれば入ってきてほしいなというところではございますが、まあまあでもねこうやって教育リーグで活躍している選手がしっかりと多いっていうところはね明るい材料なのかなというふうには思いますし、まあちょっと期待したいね選手も今シーズンは多いのかなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲーセット、ありがとうございました。